こんにちは、かくすけです。スタディオバレーやっていきます。スタディオバレーは続けて撮っちゃうな、本当にね。美しく晴れた一日、とても不機嫌。今日冒険行くつもりだったのに。どうだろう、普通の林を果樹園にしてみるっていうのは、木に樹液採集器を取り付けて樹液を集めるんだ。まあするかどうかは君の自由だけどね。なんだ、なんか果樹園って、お、サムからお誘いですか。よう、かくすけ聞いてくれよ。俺たちのバンド今夜ズズシティでライブするんだ。お、いいね。ライブを見たかったら午後の4時頃にバス停に来てくれよな。待ってるからな。4時頃ね。よし、忘れない。今日も冒険できないかもしれないな。ペールエールができた。ペールエールは結構早めに完成するからいいね。荷物いっぱい？いや、そんなことはない。よし。で、肥料とかは一旦入れて、そうか、マヨネーズとか入れるの忘れてたのか、昨日。チーズは取っておきたい。硬い木とかはここに入れておいて、あ、珍しい種を入れるんだったね。昨日の植えてないところ空いてるかな。お、トリュフオイルあんな早くできるんだ。2個とか作らなくてよかった。はい、はい、はい、はい。いやー、久しぶりに深夜にね撮ってるもんでね、眠くなっちゃいますね。お、プラムか。ザクロじゃなかった。なるほど。と、じゃあここを掘って水をやって肥料をまいて珍しい種を植えましょう。ほい、よしよし。何が咲くか楽しみですね。植えたことあるような気もするんだよね、ちょっとね。何を入れようとしたんだっけ。あ、肥料だな。はい、これを入れて。ゴミはないね。ブルーベリー、だよ。唐辛子、ホップ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 、よしよし。唐辛子大量いいえ、生産用って言って作ったっけな。小麦ができて、ラディッシュもできてるね。持ち物がいっぱい。そりゃそうだ、こんなに取ったらね。ブルーベリーはちょいちょい。何を入れた？あ、唐辛子いいよ。唐辛子さすがにこれは多すぎる気がするね。カタツムリ、玉きび。しまった、翡翠をあげるの忘れてた。あー、せっかく、あれ、ウィリアムだっけ、ウィリアムだっけ。まだ、いまだに名前を覚えてないっていうね。失礼だな、ひどいなぁ、私ったら。どうしてもね、ヴィンセントと被るんだよね、名前が。エリオットだ、エリオット。ごめん、エリオット。残念ながら、忘れてたよ。はい。はい、せっかく仲良くなるチャンスだったのにね。ブルーベリー入れて、
ラディッシュも入れとこうかな。ホップホップホップがどんどん溜まってくね。よし、と布を打っちゃって、で、ピンクケーキも入れちゃって、ホップが入ってるな。ホップ、うん、ではそこら辺の人にペールエールを配っていこうか。ラディッシュ、バングル、ほい。で、小麦を、小麦粉にしよう。せっかくね、できたんだから。うん。よし。よろしくねー。セイレンクオーツは、あれ売ったっけ？売っちゃったかな？スパングルは取っておこうかな。あ、ここにあったか。あ、まあ、いっか。スパングルは入れておいて、よいしょ、いっちゃえ、いっちゃえ、いっちゃえ。よし。で、マグマスライムを一応刈らないといけない。で、4時にバス停ね。だよ、誰か絹の延べ棒を打ってくれない？ジュエリーを作るのに必要なんだ。よろしくね。今ちょっと戻りたくないんだ、なんとなく。ピエールさんは、いろんな季節のをくれるっていうのはないみたいだね。温室ができたからといって、うんうん、アビー、はよ、はよ、かわいいね、今日もね。今日は調子良さそうね。あ、そう？なんていうか、夏の空気のおかげでそう見えてるみだけかも。へへ、照れちゃって。かわいいなぁ、かわいいなぁ、ビーは。そうだそうだ。うん。前回の動画かな？そっくらいからね、ちょっとお酒を飲んで酔ってるもんでね、テンションが高い気がします、若干ね。ヘイリー、日光にたくさん当たってると髪色が明るくなるんだって。でも日焼けするのは嫌なんでしょ？健康にいいくらいの日差しが一番よね。何事もほどほどにってことかしら。その通り、何事もほどほどにだよ。お、エリオットのイベント、いや、アレックスだな。グス、あ、どうした？どうした、アレックス。おっと、格付けか。泣いてるとこ見られちまったな。どうしたの？ちょうど12年前さ、今日は母さんの命日なんだ。そっか。母さんのことはまだはっきり覚えてる。昼ご飯にラディッシュサンドを作ってくれたり、裏庭でキャッチボールに付き合ってくれたり、俺のことすごく大事にしてくれてたんだ。なのに俺はちっちゃすぎてありがとうも言えないまま、母さんはいなくなっちまった。永遠にな。手元にある思い出の品は一つだけ。この母さんのオルゴールボックスだけさ。アレックスだ。A って書いてある服に。いや、優しいお母さんだったんだろうな。さて、なんて声をかける？格付け、精一杯努力してお母さんの思い出に報いようよ。過去に引きずられるのは良くないよ。寂しくなったらここに呼んでよ。いつでも来るから。乗り越えなくちゃ。人生楽なことばかりじゃないよ。
いつでも呼んで。ありがとな、角助。お前はこの町で一番の友達だ。聞いて恥ずかしくなったか？そっちが恥ずかしがってるな。さあ、座ってベソも書いてたって仕方ないしな。町に戻ろうぜ。うん、そうそう。前向きになるのはね、本人だからね。あ、角助？俺が泣いてたこと誰にも言うなよな。いいか？うん、言わないよ。笑ってる。いいなぁ、友達っていう感じがしてね。はぁ、アレックス。よう、夏に入ってから体が締まってきてるな。農作業の成果か？セクハラですわよ。と、アレックスにはチーズをあげたいところですが、プレゼントはなしかな、今日は。お、虹色貝があるぞ。そっか、夏は虹色貝が取れるのか。はい。で、毎回言ってる気がするな。いやー、いやー、どんな。いやー、いやーねー。辛いだろうなー。これどうなんでしょうね。ちっちゃい頃に親を亡くした場合ってどうなんだろうなー。それが当たり前だから、どう、いやでも辛いよな。はあ、私にはちょっと想像ができない世界だからな。お、OK、ありがとうね、待ってくれてて。スイートピーがあるね。そうだ、クリントさんのお店に行かないとね。おお、今日は時間間に合うかな。溶岩スライムも狩らないといけないし、バンドのライブには絶対に行きたいしね。ジオド加工、おい。うん、これか、石鹸層石だったかな、ソープストーンね。クリントさん、最近仕事がなかなか来なくてな。道具を強化した方がいい、俺も儲かるからさ。はい、そうそう、まさにこんなやつが欲しかったんだ。アメジストも好きなんだね。んー、宝石系が全般好きな感じなのかな、クリントさんは。よし、ちょっと溶岩スライムを買ってくるよ、スケ。よっしゃ、行ってくる。卵落とさないかな。落とさないね。お、今日運が悪いって言ってた割にはすぐに出たね。下の方にスライムはいないね。先に進んじゃおう。よしでしょ、結構時間ないよね。お、金鉱石を拾って、スライムくんいないかな。モンスターはびこってていいからさ、スライムくん出てくれないかな。ルビー、いいよ。うわー、運悪いから絶対に出ないぞ、すぐには。今回もエレベーター行ったり来たふりした方がいいかもしれないね。運悪いから、ほい、一旦鉱山を出てまた入って、75階、あ、75階はまだこれくらいなんだ。よし、よしよしよし。君とは戦いたくないな。君とはそんな戦う気はない。3時20分、あー行かなきゃ。ごめん、ルイス町長。ごめん。ダメリカンタウンにスケに挨拶して、
4時になったら行こう。はい、行ってくるね。そしてよし、お、みんな来てる。そりゃね、こんな小さな村のね、若者がバンドするってなったら行くよね。よう、カクスケ、来てくれてありがとな。ライナスさんまで来てる。セバスチャンとは家も近いし、関わりのあるかもしれないね。よし、機材はもう積み込んだし、準備は OK だな。よし、じゃあみんな、バスに乗ってくれ。楽しみだぞ。めちゃくちゃ緊張してきた。到着ですか。よし、それじゃあ行くぜ。あ、到着じゃなかったか。あ、なんかすごい場所にいたんだけど、ライナスさん。アービーも結局入ったんだね、ドラムとして。よう、みんな、俺たちはペリカンタウンから来た、ザ・ペリカンズだ。いいな。今日歌うのは農業や採掘、伐採をテーマにして作った曲だ。私についての曲じゃないかい。あ、いいね、楽しい農場生活っていう感じで。エミリー踊ってる。あ、リアちゃんとエリオットが踊ってるね。あ、かわいいな、ヴィンセントくん。マルちゃんはノリノリですね。この人たちなんかすごい人がいるな。ライナスさんがゴミを漁っているのが気になるな。あ、ちょっと披露してるね、技を。セバスチャンすごいね。2つのキーボードを使ってる。うん、動けないね。かわいいね、この曲。このドラムはアビーのドラムか。いや、よかったよ。ヒュー、最高だね、最高だね。やるじゃん、みんな。低音のパートが気に入ったぜ。いいね、サンキューみんな。カクスケにも拍手してやってくれよな。あいつに手伝ってもらわなきゃ。最初にどんな曲を作るか、きっと今でも迷ってたからな。あ、カントリーミュージックって言ったもんね。だから濃厚の曲なんだね。じゃあ、あなたはバンドの名誉メンバーってわけね。嬉しいな。そうだ、俺たちのデモカセット、帰りは忘れずに買ってってくれよな。たったの10ゴールドだ。あ、そりゃ買うよ、もちろん。破格だな。10ゴールドって盛り上がったな。今日は来てくれてありがとうよ。うん、こちらこそ誘ってくれてありがとうよ。と、スケ君を迎えに行こう。そうだな、まだ溶岩のね、溶岩スライムを狩る時間はあるぞ。105回、いいぞ。物がいっぱいです。いいさいいさ、中止なんて。ミックスシードは若干欲しいかもしれない。うん、石ころはいらないかな。うん、闇の結晶か。わざわざ拾うものでもないね。はい、110回、キノコがいっぱい。おや、いないかな、溶岩スライム。いないね。やっぱ1回分ぐらい進んだ方がモンスター出るのかな。鉱山は出るよ。はい、115回、君か。君はお呼びではないな。君もお呼びでないな。スライムくん、あ、いないね、スライムくん。で、
ないかな。あ、出た出た、スライムくん。お、スライムくんいた。いいよ、あなたを待っていたよ。よしよし、クリアしたね。でも溶岩スライムの卵が欲しい。卵を出してくれないかな。なかなか出ないもんなんだね。よいしょ、それはいいんだ。あー、君か、いたね君。そうか、落とさないねスライム卵、なかなか。まあとりあえずいっかな。ちょっと気になってるのが、砂漠のね怪しいところにいろいろレインボーシェルとかさ、レインボージェムとかさ、トパーズとかさ、いろいろ置いてみたいんだよね。ゴミはちょっとスルーでいいかな。8時か。おや、この日は結構いくつか入れないといけなかったりするのかな。石鹸石とかはちょっと売ろう先に。スライム、石鹸石、粘土、アサリ、サンゴ、サンゴ、サンゴ、カキ、ウニ、ウニ、レインボーシェル1個売って、ルビーもいっか。ムール貝も売っておこう。で、ここに繊維とかは入れちゃって。で、スライム。トリュフオイルは売りでいいかな、とりあえず。ん？ちょっと待ってよ。はあ、お世話全くしてなかった。今日、ああ、忘れてた。ごめんよ、みんな。挨拶せずに。ごめんよ。道理で何もできてないと思ったよ。よいしょ。これ明日の朝収穫ですね。牛ちゃんたちも今日はなしだな、寝てるな。羊ちゃんもモコモコになってた。ごめんよ。よし。よし。怪しいものを持っていこう。あ、ダイヤモンドとかさ、古代のフルーツとかさ、アースクリスタルも若干怪しいな。あとはトパーズ、エメラルドはなんか形に的に違う気がするんだよ。レインボージェムにアクアマリン、なんか丸いものな気がするんだ。はい、こんなもんかな。こんなもんかな、持っていくとしたら。よし、やってみよう。あ、パムさんがもういないか、この時間って。そっか、行きたかったな。明日だな。そっかそっか、そりゃそうだ。9時からこんな時間まで、あそこに立ちっぱは絶対きついよ。荷物を圧迫しただけだな。明日の卵管理とかが面倒になるだけじゃないか。カモはとりあえず片付けておこう。まあ今回
この動画で一旦やめるつもりだから、見たままにしとくか。自分が何をしようとしてたかっていうのをね、わかるように。ひまわり、よし。あ、金鉱石があるのね。いやー、眠いですよ。はーい、よし、寝よ。眠い、寝よ。でもマヨネーズがすぐできるかもしれないけど、寝ちゃおう。よいしょん。おやすみ、ギュルル。おやすみ。明日はディミトリウスの誕生日。どうよ、こんな。あー、布とか売ったんだね。トリュフオイル1,065円。そんな高いんだ。わ、こりゃお金に困ることはもうないね。家の改築とかもしちゃわないとね。よし、では今回はね、42,557円、うん、たまったってことで、今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。